はいどうもメイダオです。今回ですけども、スターウォーズ最強3体は復活するのかというところで、まあ個人的にちょっと予想をやっていきたいと思います。予想するところで言うとですね、まあ個人的な見解ではあるんですけども、まあ過去の傾向ですねのところもですね、まあちゃんと考慮して復活しそうかどうかっていうのを、まあちょっと解説とか、まあ考察していきたいなと思っております。ということで、まあ最強3体といえばジェダイルーク、パイロットルーク、アナキンの3体ですね。ということで、皆さんは、3体復活すると思いますか？はい。というところをね、ぜひコメントで教えてください。で、まあ、個人的に、考え抜いた、ところでですね、復活しそうかどうかっていうのをちょっと、見ていってもらえたらなと思ってます。ということで、まあ、まずはね、アナキン、スカイウォーカーですね。個人的な、これ、こっちだね。文章ないなと思ったんですけど。ということで、まあ、まずはアナキンやっていきましょう。登場から復活の流れ、ちょっと見ていただきたいです。こんな感じです。アナキンは2020年5月に登場ということで、4年前のツムとなっております。で、そこからですね、三が日セレボ、あとは5月でですね、もう毎年のように復活してます。なんで、まあ、年2回復活してるというところで、まあ、かなり優遇されていて、育成されている方多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、2021年は1月1日の三外セレボ、2021年の5月にセレクトボックスで復活と。まあ、全26種で復活してからすぐに全12種で復活しましたよって感じですね。なんで、もう三外セレボは基本的に全26種で復活。で、5月の時は全12種で復活になってます。で、2023年、去年の場合はですね、なんか知らんけど、スコシャレの方でですね、あの、セレクトボックスが来て、全10種類だったということで、めちゃめちゃ熱かったと思います。さあ、今年はどうなるのかっていうのが、まあちょっと気になるところなんですけども、まあここのタイトル画面ですね。見てもらって、まあこのタイトル画面のツムって基本的には復活するんですよね。なので、まあここにいるアナキン・スカイウォーカー。はい。まあ転げ落ちてはいるんですけども、スミットにいるんですけども、まあそれでも、ツムの大きさもね、大きいし、はい、復活すると思います。三が日セレボプラス5月のセレボで、あの今のところ 100% 復活しているそんな、キャラクターになってるんでね、まあ、多分5月復活すると思います。では次、パイロットルーク、こちらもやっていきたいと思います。登場から復活の流れということで、パイロットルークはですね、2022年5月2年前に登場した新ツムとなってます。で、その後復活したのかっていうとですね、2023年、登場から翌年ですね、1年経った後にですね、5月4日、スターウォーズの日に、セレクトボックスが、開設されて、そこで初復活ということになってますね。で、この性能で全12種の、復活だったんで、マジで熱かったんですけども、はい。まあ皆さんね、復活したらめちゃめちゃ欲しいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、このツムは個人的には復活すると思ってます。もうなんか三外セレボでスルーされてる時点で、まあ、5月に復活するよねと、去年5月に復活してますしと、全12種でっていうところで、まあ復活すると思います。あと一応タイトルの画面の方で、まあ、ここにパイロットルークの、ルークのイラストがいるっていうところもですね、まあ、関連は一応あるので、まあそこら辺を含め、まあ自分的には、復活すると思っております。はい。皆さん、復活すると思いますか？復活するよね。はい。と思います。個人的に。ということで。まあ、このツムのイラスト自体は、おそらくセットツムが、まあ5体というか、まあ、この5体のツムがセットで入ってくると思うんですけども、そのルークのイラストが多分これだとは思うんですけども、このイラストって言えばやっぱり、パイロットルーク &R2D2、 はい、なんでねいう感じです。まあ多分復活すると思います。はい。ではジェダイルークということで、登場から復活の流れはですね、基本的に三外セレボでしか復活したことがありません。あとは全26種ですね。
でのみの復活ということで、まあ皆さんもねご存知の通り三階セレボを組むという感じになってるんですけども、皆さん復活すると思いますでしょうか。まあ、個人的にはまあワンチャンあると思ってて、っていうのもですね、そのセットツムがあまりにも強かった場合、逆にセットツムの方が今後出にくくなってくるんじゃないかなと。はい。え？なんて言ってた今。これ酒飲んで眠くなってしまって何言ってるか一応ちょっとよく分かってないんですけど、まあそうですね、三階セレボではもうそう全26種でしか復活しないんでっていうとこあるんだけど、そうセットツムの話か。セットツムがね、まあ、おそらく来るんで、まあ、それが三階セレボツムに、なってくる、なかなか復活しなくてっていうところになってくるのであれば、ジェダイルークはですね、三階セレボツムっていうところの概念を、が崩れてですね、まあ普通に5月のセレボ、なんなら全12種のセレボとかにも入ってくる可能性は、まあ、個人的にはゼロではないなと思っております。まあ、ただね、タイトル画面にはいないので、まあ、ここから見ると、まあ、復活はちょっと厳しいのかもしれないですね、という、そんな感じだと思います。はい。ということで、ちょっとディズニーランド帰り、ちょっとお酒飲んで、ちょっとわけわからんことを言ってたらすいませんでした。まあ、でも、個人的にまあ、結論ですね。お話しすると、ジェダイルークに関しては、チンツムがセットツムであった場合っていうところと、まあ、ぶっ壊れ性能で、まあ、今後そのツムが三階セレボになるっていうところで、なってくれれば、まあ、ジェダイルークの復活はあると思いますよと。で、パイロットルークに関してはもう復活するでしょうと。去年5月にね、セレボで復活してるしっていうところと、三階セレボできてないからというところの、まあ、2つの理由で、まあ、多分、パイロットルークが来るでしょうと。あと一応イラストがマッチングしているというところもありますけども。で、あとはアナキン・スカイウォーカーは、まあ、三階セレボ、5月のセレボでは、はい。皆勤賞ということで、復活率 100% のアナキン・スカイウォーカー。しかもタイトルにいちゃってるんで、ここにね、おそらく来ることでしょう。はい。ということで、アナキンね、育成してる方なんかはもう、今からゴリゴリに正義に稼ぎまくって育成進めていってもらえたらなと思います。はい、ということで、まあ以上で3体の、はい、復活するかどうかというところの、考察動画、となりました。ということで、以上、私は、寝ます。おやすみなさい。皆さんぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。